何やってんのところで。めんどくせえ、売れたらお前注入して。あーあ、ショモードミネモードですね、 GT1 ですね。注入はやるんだけど、もう一回チェックして、うん、でちゃんと入ってるかどうかのチェックをもう一回して、うんうん、で、で出荷と。出荷はまだするんだけど、めんどくせえ。もう売れて金だけもらって、あとはもう何もしたくないな。それはみんな誰でも思ってることだ。みんなね、リチにすぐ振り込むんだよ。ああ、そうだね。いいけど、すぐ振り込まれたろ、お前。ダメだよ、うちのお客さん、本当にいいお客さん多いからね。なあ。本当に、いやもう振り込んだ方がいいですよねとかさ、うん、振り込みたいんですと、持ってると使っちゃうからとかって言ってさ。俺だって持ってたら使っちゃうじゃんな。知ってるよ。PSA の100が、はい、PSA の100ですね、はい、でこれがあれで、はい、つばつけなくていいから。はい、設定表ですね、うん、これも入れてだよ、名刺を入れて、はいはいはい、1枚30もすんだよ。ビューン、ああ閉まっちゃって、市販代名刺アップにしてんだよ今。はい、市販代名刺、はい、これで威張らないようにさせて向こうを。そしてまあね、寺内流総市販代に最後、最後の土壇場で総がついたんだけどさ、それはお前また今度話した。それいろいろあるもんね、こませに、はい、2枚入れといて、はいはい、テラウチピックですね、無地のテラウチピック。あ、そう、これは次の人で、これだよお前、この一番でかい袋が入んねんだよ。何そのドンキの福袋みたいなやつは。ケースあなかった、その辺に、これこれこれを入れて、はいはいはい、ケースね、これと一緒にやるとこうなっちゃう。いや、もういい、もう少しやりようがあんだろうよ。でこれでこうするわけよ。そもそもさ、そのさ、箱を、箱は、あれか、箱皿、あのケースの中には入らないんだね。ここでケースの中に入んない、入んないんだよね、うん、でまあやっぱりさ、いいですよ、ケースに入れてもらってもいいですよって言うけど、まあ、うん、箱はな、まあね、今配送料高いからね、しかもあった方がいいのかなと思ってやると、めんどくせえ、まったく、まあまあ、これね、そうそうそう、大阪府の鈴木ダメだな、名前言っちゃダメだって。これブー入れて、ブー、住所もさ、うん、なんだか大阪の松原市なんとか町なんとかなんとかで終わりゃいいものを、はいはい、その後お前なんだこれ、朝日プロのなんとかいくつ、ああああああ、これも入んなくなっちゃって、マンション名とかが書いてあるね、部屋番号のダメだ、普通の。もう全部ブーだよ、全部ブー。はみ出たよ。もうちょっとお前、簡単なとこ住め。いやいや、立派なとこに住んでるんじゃないですか、ちょっとね。よし。まあまあ、見た目は悪いけどさ、中身は変わんないからね。ほんとめんどくさい。しょうがねえな。よし。ちょっと汚いけどいいか。まあまあ中身は変わらないからね、別に。どうせ人のやつだからね。そういうこと言わない。これ、ここが破れるかもしれない。まあ。このさ、まあね、テープ、このくらい厚かったやつなんだけど、うんうん、俺の行きつけの中古ショップ行ったら、うん、これ、高いんだよね、本当は。高い高い、高いよ。これはね、1個50円で、うん、40個とかあったもん、ね、全部買ってきたんだよ。マジか。透明にする技術結構高いんでね。で弱いんだよね、それ結構、うん、巻きそんなにないからさ。これはまああれなんだよ、100均で買うと弱いんで。あ、そうそうそう、これね、やっぱその辺は強力だよ。それであの口と
とか手とか縛ったりするからね。お前もここ塗っとけじゃん、あんま変わんねえか。うるせえうるせえ。5月のハエと書いてうるさい。冬ね、冬時になるとやっぱ頭変わる。いらん質問しんせんでいいから。はい、こんな感じでですね、鈴木清隆さん、磯田に行った前はいいから。磯田に親父自らですね、こうやってちゃんと送る準備をして送ってくれてますよ。まあ、もうめんどくせえこれ。はい、こうやってね、これで2つ目じゃん。そうそうそう、 GT1 がね中3抱えて大変なんだよね。この人はなんか弦を5セットと、はい、弦セットで寺内弦ですね。あれ DVD くれっていう DVD ですね。いやいや、あれをなんだっけ、カラオケ、ああ、はい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 、ひまわりの打ち込み版を入れてます。ああ、なるほど。これなんか入るじゃんね。まあね、ある程度わがまま聞くんで、いろいろ言ってくれたらいいと思います。でも言い方だね。まあまあわかるよそれね、うん、人の心を動かす言い方ってあるからね。入れたよな、ない。変な間を作んないように、怖いでしょ。セットの CD ここ入れちゃった俺。え、打ち込みの CD？ DVD とこ、あ、ごめんなさい、うん、よし、これでいいじゃん。はいはいはい、ゴマセのピック入れて、はい、この人もそんな大腸まで作ってチェックしないと、そうそう、分からなくなっちゃう。あ、そんなにすごいんだ。この人 JC の22も買ってくれました。ああ、ありがたいですね。うん。名前はいいから。これピース、ケース、ケースか、ひまわり希望7万何本ですね。ああ、ありがたいですね。いきなり銀行振り込みされてるもんな。すごいね。まあ本当にね、なぜこう社長がこうなのに客はいいんだよ本当に。何？本当に客筋がいいね、宇宙の店はね。旅出しに並ぶような人はいない。そういうこと言わない。本当にね、でも本当にそういう人ばっかり。今だ、はい、それはもう今日何個目です？ 3 個目？ 3 個目、3個目、ね、今日発送するやつね。そうでしょ、お前が持ってくる。俺が運ぶんじゃんね。俺が運び屋じゃん。入んねえじゃん。いいかも、いいかもじゃないの。ケースぐらい、ちょっとぐらい形は良くなる。これも後でやろう。ねえ、なんかほら優勝じゃなくて箱のやつをさ無償でくれればいいんだけどね。パンパンって今やったらパンパンってね。ちょっと曲がってるよ、倉見さん。ちょっと曲がります。よし、これでさ、うん、これなんだよ、これが今なくなったよね。めんどくせえ、もう金だけくれ。ごめんね。これな、誰もが思う、切れちゃった、切れちゃった。うん、これでべったりになって俺も全然取れないじゃん。ああ、詰めないからね。カッターやるともう全然台無しになる、うん、そうだよね。それを見ていた坂井田が、うん、これやっとるよって言ったら、うん、こうやってちゃんとこう二つ折りにして分かる、ここ分かる分かる分かる、トイレのやつね。なあ、うん、あいつも、ああ、なあ、こまめだな。こまめって現場ではみんなそうやんだよ。現場の養生とかのテープはちゃんと橋は折るの、取りやすいように。まあまあ、坂井田さんでも来てたんだね。来てた、うん、何年待ってないような気がするな、坂井田さん。もういいよ。どういうこと言うな。坂井田さんも世話になったからね、いっぱい若い頃に。まずとりあえず一箇所を何とか固める。ああ、何よりでございますよ。ねえ、まあだから皆さんこれでね、今日明日ぐらいに動画上がるから、うん、その頃には届いてるのかもしれないな。それでさ、うん、あれなんだ。今週末さ、うん、ブルージーンズが奈良の三郷町って読む。三郷文化センター。うん、でやるの。うん。うちの音響と楽器と。やるんだよ。そうですね、うん、
で、俺が行く理由がねえんだよ。うん、いやいや、あのね、一応、あれ社長なんだからさ。行く理由がねえから、物販やらせてくれっつったら、心よく物販をやってもらうことになりました。はい、物販やりに行くことになりましたね。これもう、ほら、売ってないじゃんね。売ってないですね。会長の CD とか。ね、ショップ自体がないですからね。うん、だからそういうのをいっぱい持ってって、売ろうかなと。はい、うんうん。あと T シャツね、チェロキーの T シャツね。T シャツ売れるんだよね、よくね。これに買うのないかな。まあまあ、そう言っちゃえば、それまで。これやりながら悪いね。いいですよ。うん、ものすげえ汚ね、これ。この人のが一番汚ねえ。ちゃんと頑丈に入ってね、それの方がいいってよ。相模原のクラゲさん。ああ、かわいそうに。まあまあ、あの、どこのお宅もですね、親父がみんな送ってるんで、こんな感じですよ。うん、諦めてください。ケースと本体の箱を入れるのが、一番これが、安いだよね。まあまあね。うん、確かに。なんかガッチリ。うわ。いいんだよ。まあまあまあ。いや、人のだからこそなんだけどさ。まあまあ。まあそれだけこう、なんていうの、こぼれたりすることがないように、頑丈に。ね。いい言い方をするよね。頑丈にこう。でもこれ、あれだな。黒猫ヤマトの中、うちは。うん。黒猫ヤマトが一番あの保証が早いもんな。そうね、確かに。サマー休眠なんか全然半年ぐらい、そうそう、保留になってね、うん、でだからあれにしたの、うまくいきゃ忘れてくれるぐらいに思ってやる。うちの中は黒猫なんですよ。ああ、で、黒猫だっけか、黒猫ヤマト配達中にうちから黒い猫出てくると、あ、社長ご苦労様ですって言うとかっていう言ってたぞ。本当に、うん、年齢ですからその人のギャグなんじゃないの。それだったらそれですっげえ面白いな。あ、すごいな。あの道頓堀のポンポコリンと同じ、ね、ポンポコンか、あ、言うでしょ、あそこ、あ、お好み焼き屋道頓堀、言う言う。でも最近ね、言わなくなった、うん、言わなくても良くなった。本当に恥ずかしくて、行った時に、うん、なんだかこれとこれとか言ってたから、なんとかなんとかですね、ポンポコポンって言うんだよ。うん、言うね。うん、お前今なんて言ったって言ったら、ポンポコポンって言いました。恥ずかしくね、恥ずかしい。そりゃ恥ずかしいわな。俺も恥ずかしい。言われる方もね。なあ、なんだこれ、ポンポコポンって。なんで、ね、動物を擬人化というか、そんなの多いね。なんだろうね、なんかさ、うん、あのほら、ローカル線の猫駅長みたいなやつ。この間電話来た人が、うん、うちの YouTube 必ず見てて、あ、ありがたい、もう笑わせてもらってますって、うん、ちょっとそこだけ見られても困る。商品とかの説明もしてるから、うん、で、あ、そうですかっつって。そうですかなんだ。で、一番面白かったのは何ですかって、いやー、あのトウモロコシの話面白かったですね、あのカンカン娘がシャラクセイから大工場でチンチン息子っていうのを作ったって言ったら、女房と二人で大笑いしましたって。そんなの女房と見るな、うちの。いいね、その奥さんもいい人じゃないですか。わかんねえよ、ね、うん、何見てんだろう、なんで一人でいつも笑ってんだろう、見てやろうかっていう。ああ、なるほど、うん、ああ、チンチン息子はなかなか用がいいよ。しょうがねえな。もうだってあれ半年以上前でしょ、去年の夏の話。そうだよね、夏の話だよね、確かに。そうそう、ここに勤めてるこのうちが農家で、うんうん、トウモロコシができたけど売れ残ったからっつって会社を挙げて買ったんだよな。ああ、そうそうそう、俺も20本ぐらい買って、うんうん、で結構うまいんだよね。え、うん、もしこれでいいと思ったらお間違い。まあまあ、あの、また半年、8月、9月ぐらい、ちょっと覚えてないんだけど、結構前のやつなんで、うん、あの、見てもらったらね、分かると思います。リンク貼っときますんで。チンチン息子ね。よし。
最高だな。まあまあいいかな。今日は、はい、三郷町、三郷町に、三郷町、三郷町って言うんじゃないよね。三郷町。あ、でも三郷のあの外観だかなんだかね、三郷ってないっけな。うん、あるよ。な、ある。ね、ちょっと待って、ね、作ってもらったんだよ。何ですかそれ。ストラップ。おー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 、すごいね。あらまあ、どう？ペリストラップじゃないですか、本物の。この写真の会長の、うん、あら全く一緒。これがなんか山椒の葉っぱみたいだよね。バラの山椒言うな。バラショ。バラの葉っぱ の, バラの葉っぱ、なんか山椒のあれみたいな。どう？いいじゃん。これの赤白。これさ、皮だから馴染んでくるともっと色が落ちていい感じになるね。これ本当に皮だ。ね。合皮じゃない。うん。合皮だとねボロボロになってくだけだけど、皮はいいよ。味が出てくるから色あせるとまたいいし。おお、赤か。赤。どうすかこれ。じゃあ高いんだよこれ。それ高いっしょ。そんな長くねえの。しかももう一個くらい穴開けてもいいかも。この一番長くして黒を昨日やってみて、この長さで俺いつもモズライト引いてる長さ。おお。でそんなに下げてもいないってことだね。うん、じゃあ、この方の、赤、黒、白、うん、黄段なの価格。うん、5万円切るぐらい。5万切るぐらい。ああ、これいや、いいもんですね、でもマジでこれ。こう、映してるかな、下からこう。どうすか。いやー、オーダーメイドだから、これも。おお、そうね、これは後で写真に撮って、うん、ビューンって流しとくかね。いいと思います。はいはいはい。そうだから弦とか、うん、ピックとか三郷町で売ると。はい。あと T シャツ、はい、チェロッキー T シャツ、チェロッキー T シャツ上げといて上に。はいはい、了解。売ってるよね。うん、お前もらったよね。何を？チェロキー T シャツ、ね、黒も白も両方持ってますけど。それ両方持ってきて、もう着て、着てるからねいつも、うん、で、あれ着ながら売ろう。そうしましょう。前に行くんだもんな。はい、僕も行きますよ。ぜひ皆さん来てください。生ハゲ見てください。やかましいわ、絶対見せねえぞ。お前帽子かぶるじゃん、どうせその変な変な言うな。祈祷みたいな帽子。祈祷言う な, なで、あれチンポ頭って書いてる。やかましい、誰が書くか。ここのところにライン引いてプラス書いて安全って書いてくる。あ、だ俺今年でもう還暦だよ。何がチンポ頭だよ。言わねえよ、そんなこと。言わねえよ、そんなこと。チンポ頭で、でお前これずっとかぶってて、うん、なんか5000円以上のもの買った人には5000円じゃすぐじゃんよ。チンポ頭見せます。絶対嫌だね。それもあれにしようよ。絶対嫌だね。1万円以上。え、1万円以上じゃ安くねえもん。俺の頭はそんなに。俺がな、俺が行くな、よく晩飯食いに行く店のな、うん、あのばあさんがいるんだけど、うんうん、でそこの名前は言わないけど、うん、清水のゆきっていう店なんだけど。行ってんじゃねえか。おかずにいっぱい並んでて、はい、適当に食うんだけど、うんうん、あの俺が登場になってからなんか店側が野菜ばっか出しやがる、うん、あ、気使ってくれてんのね。だから俺はバッタじゃないって。バッタじゃないってね。そのばあさんが基本料理下手なんだよ、どう見ても。あ、たまにうまい時あるわけ。あ、おいおっか、今日なんかうまいな、失敗したのかって言うと、うん、食うな。当たり前だよ。その健康年齢とかの話になって、うん、で、いわゆる
長生きしても健康じゃなきゃ意味ないねっていう話で、はい、他のお客さんともいい人ばっかりで、うんうん、お客が、うんうん、中には変なのもいるけど、うん、それで盛り上がった時に、うんうん、お母が、うん、血圧が高いけど医者にも行かず、うんうん、俺らがいくら言っても言うこと聞かない、ママさんがね、はい、お前な、うん、もしお前ななんだねごめんな、もしお前倒れて、うん、で、ね、うん、誰もいない、はいはいはい、おしめになったら、うん、これ変えてやるな。やめてやめて、いやいやって言うから、うん、バカお前、うんこまみれだぞ、おしめと。で、俺変えてやるから、でも、シャメしていい？って言ったの。え、何？ちゃちゃ、へえ、こうなってるのかってシャメするって言ったら、もう絶対嫌っていうわけ。当たり前よ。そう、それで、それでも俺も食い下がらずに、いいじゃん、別に写真撮るだけだもん。絶対嫌って言いながらも、俺があまりにも食い下がったら、顔は撮らないでよ。でも、いいってことじゃんか。なかなか面白い人ですね。面白い人ですね。ある大臣 の, あの指導家出身の大臣のところで事務をやってた方、うん、バリバリの自民党、ああまあ誰かが大体想像ついたけど、バリバリの自民党、右寄り、うん、おおいいですね。と考え方一緒、勝ち馬に乗ろう、したたかなんだね。いや、うん、でも筋は通ってるな。ああ、うん、そう。なのに医者は行かねえな。ああ、保守系の人って病院行かないね。血圧の薬だけ飲んどいたらいいよって言っても効かない。へえ。それ笑ったでも。顔は取らないでよ。すごいね。面白いね、その人はね。面白い。おいくつぐらいになる方なんですか。77か。ああ、医者より頭近く上ってことだね。そう、頭上か。うん。だから。この間、今年いくつになるんだっけ、77って、お、こんなだかりじゃんって言ったら、そうかなって首かしげる赤さ加減、言うわけねえだろって思わねえ。いや、いいんじゃない、そういう風なお年寄りは僕は好きですよ。それでな、うん、顔正面から見てな、鼻の穴見えるだよ、よく回って、そんなに僕はお前そこんとこトンネルだと思って突っ込んできた車いいねって帰れ、ひどすぎる、ひどすぎる。しかもそこを上向きに寝てたら俺下駄だと思って履いちゃう。帰れ。当たり前じゃん。いいね、面白いね。でもね、そういう冗談が通じる人なんだね。そう、それと、うん、これチラシできます。あ、ビアパーティー、じゃあそれ一部もらってって揺らすんじゃねえ、うん、その酔うから、はい、ビアパーティー、この間言って、先週行ってたやつね。821822、はい、ビアパーティー、はい、いいですね。センチュリールーム、これセンチュリーホテルだったんですよ。駅から歩いて 2,3 分のところの駅の南、静岡駅、うんうん、そうですね、南だな、うん、静岡駅、うん、静岡駅の南じゃん、センチュリーホテルで、要はこれ高っ、いやいや、そんなもんない。これ飲み放題？前売り券6800円なんです。それはツーマンなの？ビュッフェ料理。ああ、はい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 。じゃ、料理は買わなくていいんだ。そうだね。昔は一品何百円とかっつって、500円とか600円とか、ね、うん、で買ってたんだよね、うん、チケットを。いや、一旦屋台作らせてさ、そうそうそう、会場の中にね。これであれなんだよ、飲み放題の時は冷房効かすんだよ、うん、そうだね、そうすると、うん、あの踊っても寒いからあんま飲まないけど、で一杯いくらのパーティーの時には冷房切らしてね、そうそうそう、で踊らして、はいはい、すっげえ売り上げ伸びんだよ、で要は来年のこと考えると今日の態度が決まるわけじゃん、バンド。そうね、それを決めないやつがバカなバンドが多いもんだから、バンドなんてって言われちゃう。そうね、その企画から参加するから、そうですね、うん、はいはい、でこうやった方が儲かるよって話を。だからテリーズの当時の、うん、当時のって、当時からプレゼンしていたやつって YouTube に上がってるんですよ、実は、ね、それもまた見てもらったらいいですよ。で、これホテル関係者の方ね、あんまり
一生懸命引いてないから、うん、汗かかないんだけど、うん、汗かいてる時は一杯いくらのパーティーだと思って、うん、暖房切っちゃった、暖房切っちゃった。でゲストは僕のよく使わせてもらう田口裕樹っていうかわいい、あ、田口さんですね。でこの人、はい、コロナ前の最後の方ダブルネームが優勝したじゃんね、モノマネ王座で、はいはいはい、その前の回で田口裕樹は準優勝してます、うんうんうん、うまいです、この人うまいよね、うん、僕がご利用しで入れました。おで元センチュリー、今はグランヒル、グランヒル、でも静岡の人はグランヒルって言うの、え、どこって言って、元センチュリーって書いといてって言ったんだけど書いてねえじゃん、書かないっしょそりゃ、アイデンティティってやつがあるよ、プライドを持ってやがるなこいつ企業アイデンティティってやつね、うん、企業インポテンツちゃうわ愛しかあっとらんやん、愛なんかどこにも言えないインポテンツの愛じゃん、そう、ID は愛これ俺の写真と、はい、俺の一番好きだった頃のブルージーンズ、はいはいはい、内田充と篠田北本がいる時、はいはい、そして、うんうん、信田さん、うんうん、松森君、うんうん、ベースはまかお任せ空いてるの連れてきてまあいいですね、うん、でやりますよ、はい、ギター弾きたい方、うん、弾きたいですって電話くれれば弾かせてやらないこともない、いや、終わるまあまあ俺は嬉しいけどね、やってもらいたい、ね、これ21、22、月火ですか、月火、うん、ね、こんな時忙しいなんてやつはいない、まあいないよね、でも土日だと断る理由があるけど、うん、月火だとないよね、はい、だから月火、はいはいはい、もう20年ぐらい前から俺のこの写真使ってる、そうそうそう、うん、そうだよね、はい、ビヨーン酔うから、そうそう、この写真はね、藤原さんからいただいた写真なんですよ、俺が好きでね、ずっと使ってるです、これ、はい、食べ放題飲み放題だと思います、楽しみですね、うん、ソフトドリンク、さらにはライブ、うん、お得な込み込み料金です、うん、うん、お楽しみですね、これもまた載っけておきますんで見てください、あと今まだチラシできてないけど6月、8月の8月の8日富士グランドホテルで、はい、ビアパーティーがあります、はいはいはい、それは僕は出ませんけど、うんうん、いわゆるジーンズメイトが、うんうんうん、誰だっけ、あのボーカルの阿部ちゃん、阿部ちゃんと、うん、もう一人女の子を入れて、うんうん、古い曲、オールディーズ のダンスパーティーみたいな感じ、まあ、ダンスを踊ってもらってもいいと思いますけど、うん、ダンスフロアは用意しないんで、あ、テーブルの隙間で踊ってくれって、邪魔しょうがない、邪魔ない邪魔しょうがない、でも、センチュリーじゃねえよ、グランヒルズの方は、はい、あると思います、はい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 、広いもんね、そもそもね、うん、400人ぐらい入る、あ、そんなに入るんだ、すごいね、あと、ね、7月28日に富士の学内ライアンズの周年パーティーで、うんうん、俺呼ばれたんだよ、うんうん、で好きなバンドで来てくれ、金は出すって言われたもんで、うん、ジーズメイトそのまま、したら、あの会長とかがやっぱりエレキ好きで、うんうん、この曲とこの曲をやってくれ、ああ、で、ね、来たからリクエストあったんですね、有料ですって言って、ひでえなおい、来たかったすべこべ言いやがるもんで、この会長に歌わせちまおうかと、ああいいじゃないですか、しかもイントロ当てクイズで、ひどい、絶対わかんねえような曲をなんか高校3年生の B 面を弾いて、ああよくやるやつね、はいはいはい、わかりますよ、やってみようかなと思ってます、うんうん、とにかくカラオケが流行っちゃうと、うん、時間が読めなくなっちゃう、リクエスト取ってると、だからイントラでクイズが生まれたわけで、うんうん、こっちのメニュー通りじゃあ歌いたい人は歌っていいよ、当てたんだからっていう設定にして、だからうちのバンドはステージの俺の足元に時計があって、うんうん、でそれもデジタル時計だと計算しづらいんで、うん、針の時計が
測って、うん、で、要は時刻を見るならデジタルの方がいいけど、そう、ね、時間あと何分っていうのを考えながらやるもんだから、はい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 、アナログでね、アナログじゃないと、はい、あのタイム感がね、伊さん得意の逆算ってやつね、そうそうそう、はい、でうちのバンドはプラマイ1分をオーバーしたことがないという、うんうん、はい、そうだよね、確かに一回ね、ディズニーランドのそばのさ、シェラトンとかやりましたね、ホテルから、うん、あれがあって、オファーがあって、うんうん、セッティングを25分でできるかっていうんだよ、あ、どこまで入れとけるのって話になって、うんうん、リハーサルやります、うん、で、リハーサルやんなくてもいいんだけど、うちは、うん、で、会議があります、はいはいはい、で、20分外に出てもらって、うん、どんでんで、そのままパーティーでその部屋でやる、うんうんうん、だからテーブルなんかももう、うんうんうん、半分にしてあって、うん、着席用の腰掛けが並んでて、うんうん、ステージがあって、そこで会議をやって、うんうん、でこっちにはもう丸テーブルを全部こう、うんうんうん、この例えが例えになってるかどうか分かりませんが、あとこの東電の原発の、はいはい、排水を入れとくタンクがどん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 到着されたじゃんそうね、あと空き地だったら、そうよ、そうよ、そういうふうにテーブルが並んでて、うんうん、で ABC って感じでダーってやるんだよ、うんうん、でステージはもうそのまますぐどけろって言って、うんうん、で俺がバンドの機材を裏に置いて、はい、うんね、で PA も裏に置いて、ね、せーのダーってやって15分音出して、うん、でその時にもう一回バラしてやり直しましょうか、黒服に言ったら、あ、いいです、いいですだから、もしできるなら仕事をやってもらいたいっていう、演奏とかじゃないんだよ、バンドっていうのは、うん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 、便宜性、使う側の、うんうん、だから便利になったのは、ほら、割とうちなんか受けるから、うん、アンコールとか来るじゃん、うん、絶対やんない、ね、やんないね、うん、これは、ツーリストとかが中に入るから、うんうん、例えば宴会で、うん、じゃあ30分の演奏お願いします、はい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 、30分で終わんなきゃなんない、でちょっと乗りました、お客がじゃあもう一曲やってよっていう時にやってあげたい心情ってのあるけど、うんうん、この間はやってくれたのになっちゃうんだよ、あ、だから中に誰かが入ってるってことは、うん、時間通り終わんないと、うんうん、その会社のメンツが立たないじゃんね、うんうん、お客がどうのこうのじゃない、30分は30分、はいはいはい、最初俺もじゃあもう一曲とかやったらさ、それやめていただきたいってホテルとツーリストと両方に言われて、へえ、なんでって言ったら、いや30分は30分、その時に俺が分かったのは、公平っていうのは、うん、特例を認めないこと、なるほど、という結論に出した。ちょっと真面目にうんってうなずいちゃったよね。銀行なんかでも、うん、カード取るじゃん、うん、で例えば、振り込みったら振り込みとかしてこう今度は呼ばれて、うんうん、何番って出て出ますね、ね、はい、で俺腹立つのは、うん、俺のやってる最中になんか近所のおじさんが、うん、ちょっとこれ頼まって置いてって、うん、それをパッと思って受けちゃうテラがいるだよ、ああね、うん、こと俺さ、お前さ、それでいいなら俺も横から入るよって、うんうんうん、待ってる人がいるし、システムはこのチケットを必ず順番の番号でここに出た人がその優先権があるのに、それははい分かりましたって言った時点でもう俺をないがしろにするってことだからね、でそこで公平っていうのは特例を認めないことだと、うんうん、と言ってあげる、なるほどね、銀行なんか名前は出さないけど清水銀行名前思いっきり出してんじゃん、そこ俺9時に開くじゃん、うん、で俺カード使わないから絶対、うん、ハンコとあれが、うん、で9時に行くとまだ立ち上がってねえの、うんうん、それでこれ1番なんだよ、うん、1番で7分、うんうんうん、渡されたっけ、これ
から、うんうん、俺が王はなんで1番で並ぶ馬って言ったんだよ、うんうん、いや今ちょっとなんだ立ち上がってないのかコンピューターが、うんうん、だからなんかもどもどしてるから、うん、お前らな9時からの仕事でも8時50分にはオンにしとけって言った火入れとけって言ったんだよ、うん、どうすかそれオンラインの場合だとね、うん、あの時間で切ってる可能性があるね知らねえ要はかかんないだから同じあれさどれかが順番に立ち上げていかないとオンラインって繋がんないんだよ、うんうん、だから多分メインのオンラインバンクの方と支店のやつだと時間下がるから本店の方が例えば9時ぴったりにやったとしたら支店の方は9時3分とか5分とかさそんな感じになっちゃってるんだと思うよきっとでも俺が言ったのはなあの10時とか11時に来る客と違って、うん、9時に空いたと同時に入るってことは、うん、忙しいってことだから、うんうんうん、そこを組んで立ち上げとけああまあ当たり前だよねなあ、うん、当たり前だってスタジオなんかもさ、うん、ちょっと遅れなんかの理由で、うんうんこが奈良がベジタとかねサービスするもんなまあねノンアルコール全員飲んでいいよみたいな、うん、だから金融機関って半官半民みたいなさ、うん、そういう認識があるところが多いからその金貸して威張ってやがるなあいつらそうそう、まあ、そういうところあるですよはいはい、はい、でも今日は何だっけメインはストラップはいストラップコンサートの話はい3年ぶりだからね、はい、そうだねそうと、週末の週末っていうか、うん、週始めになるのかな奈良県の三郷町三郷文化センター文化センターに行きます、ね、はいぜひ来てください、ねピックも1000枚ぐらい持ってきますから、はいはい、あのまとめ買いしたい人ははい、はい、いろいろ持ってくんで、うん、あの譜面も持っていくと面白い俺ねレコード持ってく今回あレコード持ってくんだよね、うん、そういえばねはいあの LP 版です昔のねなんかみんな当時っていうかもうどこにもどこでも手に入らないものがあるんでだから CD ももう売ってないじゃん売ってないです、うんはい、売ってるとこないですからだから、ね、それも持っていく、はいはい、サンプルって書いてあるやつもあるサンプル版ですサンプル版に、うん、そのレコード会社から送られるサンプルサンプル版ですね、はい、普通は非売品ですけどねそうそううるせえ嫌なら買わなきゃいけないあのレアなそうそうお茶の水のさ中古やレコード店なんてのは普通に置いてありましたからねそうそうそう日本版はねだから、お待ちしてますのではい、はい、そんな感じでですねまあ週末週始め楽しみにしていくということでこのストラップね革のストラップをぜひ禁断のテリーネームを入れてしまったという禁断のもうね、会長生きてたらこんなことできないもんな俺もやっぱそういうもんないやそんなもんないよなんだよ作ってくれる人がいるんだからしょうがないよあそうだよね、うん、まあまあまあ会長、まあまあね、会長が亡くなるまで大っぴらにはできなかったっていうのはあるよねことはいっぱいあるけど、ね、えあのでもやっぱりあの亡くなっても大っぴらにはしてないっていうねまあそうだねだってさピンクシールドだってさ磯積みだからいいよぐらいな話だったもんねあれねえ、まあ、出来になった原因の一つでもあるまあまあまああれはだって横からガス入れる人がいたからしまあ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 ね、うん、僕は許してないけどねその人たちははいはいというわけでしたはい、はい、よろしくお願いしますじゃあ、週末にお会いしましょう買いましょうこれ買いましょうこれねはいはい持って帰れないけどオーダーはできますんでよろしくお願いしますでははい。